はい、今日はブリーチして、イメチェンをするという企画でございます。今日もじゃあ完全お任せで。はい、完全お任せで。わかりました。じゃあちょっと変えていきたいと思います。はい、じゃあまあ、お友達の鶴水さんがご来店されておりますですけど、望月さんが横に座っていていつまで気づかないかというのをちょっと検証してみたいと思います。気づくでしょ、さすがに隣に座ったら気づかないですかね。気づかないですね。お楽しみに。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。イメチェンということで、うん、やっちゃってください。わかりました。じゃあちょっと髪明るくしてやっていきます。はい、頑張ります。カラー初めて。初めて。おー、人生初カラーがホワイトカラーみたいな。ホワイトカラーグレタって言われないですか。はい、スルミズグレッタは嫌ですよ。よりクリエイティブな、スルミズさんもクリエイティブな料理を本当に作るから、料理よりも、そうそうそう、日本料理も素晴らしい、すごい方、全然気づきませんね。全然気づかないな。昨日僕、望月さんとこ行ったんですよ。え、焼肉食べ行って。いつですか。昨日、好きです。あ、もう泉さんのところ。はい。あ、そうですか。はいはいはい、そうです、うん。最近会いました。昨日の夜会いました。あ、昨日の夜だったんですか。店で飲んでます。なんか言ってました、泉さん。何も言ってなかった。何も言ってなかった。何も言ってなかったです。そうです。全く気づいてませんでした。昨日会ったって言って全然。ちょっとだけヒントを与えてます。こちらもブリーチを塗っていきます。人生で初めてラップされました。いつも食材にはラップしてるけど鮮度が落ちない。ちょっと魚の気持ちが分かります。はい、魚の気持ち分かります。気づかないな。おお、すごいな。抜けました。抜けました。さん流します。流す。はい、はい、抜けましたね。抜けましたね。すごいです。いや、抜けましたね。解放しちゃいましたね。いや、行きましたね。だいぶ本気ですよこれ。似合うでしょ。空飛べそう。簡単に食べそうですね。ちょっとシルバー系にしようと思います。どうします。さあ、何色になるでしょうか。いい感じですね。いい感じですね。ちょうどいい、うん、似合ってるな。ありがとうございます。めちゃくちゃ似合ってますね。絶対いいっすね。黒より絶対いいな。さっきからずっと隣で進行してたのに一切気づいてくれないじゃないですか。変なやついる。いや、俺の方がいいから。俺の方がかっけえから。ずっとシャンプーだけでもニアミスしちゃうのに気づいてくれないじゃん。敵になりましたね。
はい、じゃあ今日は、鶴水さんと望月さんの髪の毛を見せさせていただきました。いかがでしょうか。最高に楽しみにしたいです。もう最高ですね。いきなり、いきなり途中でちょっとドッキリになりましたけど、はい、大成功です。はい、ではね、この感じでよろしければ、チャンネル登録、高評価、グッドボタンもよろしくお願いします。はい、それでは。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。どうも。ありがとうございました。